北野正ジ北野正ジ7月14日から1986年5月17日は日本の陸軍軍人陸軍軍医中将軍参等1926年東京帝国大学院学博士論文の題はチフス及びパラジフス金属の結成体制に関する実験的研究兵庫県出身関東軍貿易給水部長 第13軍軍医部長を歴任する。東京帝国大学医学部を卒業後、帝国陸軍に入隊。後に、関東軍貿易給水部隊、第2外部隊長を務め、生体解剖や人体実験等を推進する立場であったとされている。第2次世界大戦後の帝国陸軍の解散とともに、文部省に奉職しながら、日本ブラッドバンクなど、複数の会社に関わる。 凍結乾燥装置を用いた乾燥結晶製造の研究成果を応用し、血液製剤の製造、販売を行ったり、特に同社設立機においては、朝鮮戦争における米軍向けの輸血用血液製造を行った。また、戦後初めての日本人探検隊を南極に派遣する第一期南極特別委員会の委員であり、文部省百日関研究会などに参加した。 本田勝一に、その著書、中国の旅の中で、731部隊の隊長を務めた人物として批判された。ありがとうございます。